山本由伸が MPB で無双していた150キロのストレート、MLB で通用しない。もう今季3本もホームラン打たれてる模様。ちな、昨シーズン MPB で打たれたホームランは2本のみ。ノイジーに打たれるくらい足じゃない。日本150キロなんて見たことないよ。世界 150? おっそ。コース悪いって。チビで角度ない。審判が有利な判定してくれてただけだしな。157ぐらい出てなかったっけ。京セラのガンがおかしいだけか。平均球速自体は MLB でもトップ30には入るから別に遅いってほどではないぞ。平均的な速度の高低差のない球。彼は素晴らしい抜擢だよ。何を今さら。ダルビッシュもホームラン打たれまくってるだろ。不二合ぐらい背が高ければね。山本はメジャー行く前にセリーグでやってみるべきだったね。飛ばないボールなら打てにゃん。あいつら三振しまくってるし日本の打者より下だろ。どうすんだこのフルカウントマン。ダルビッシュカウントか。同じやな。日本人って本当は野球向いてないやろ。これだけ競技人口と環境が整ってるのにメジャーリーガー10人程度やん。投げれる球種全部ボコられててくさ。もっとコントロール良かった印象ゲロ甘球投げすぎ。際どいコースを狙うコントロールはないんよ。日本時代は甘いコースでも打たれないからど真ん中ズドンでカウント取ってた。5試合で3本塁打は悲観的になるような数字じゃない。NPB のガン甘いんちゃう。ご視聴ありがとうございました。